休暇を勝ち取れ、ブラック企業デスマッチ。よいしょ。スタート。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと相談なんですけど、明日明後日とちょっとお休みをいただきたくてですね。はい、理由。サイン会に。急だよ。急だよ。急に行けることになってサイン会に。誰の？井上陽水です。俺がしようか。いや、大ファンだった井上陽水のサインが欲しくて。サインもらってこようか。いや、僕が行って直接ファンですって感謝の気持ちを伝えたいというか、気持ちを伝えたいんで。でもそれ仕事終わってから行けばいいから。いや、ちょうど仕事のその遠くでやるんですよ。井上陽水です。どうも。あ、どうも。いつも浜田さん、歌ってみて。夏が過ぎ。違いますね。元寄せたやつ、寄せたやつでお願いします。夏が過ぎ。元モノマネっぽく。夏が過ぎ。やった。なんだよ、やらすなって。あー、そうだ。まあでも1号がいわきやったから。いや、これ全然いいっすよ。どんだけ取っても連打でもいい。連打でもいい。あー、でもいわき君かな。あ、セーフですか。俺セーフなんだ。再開です。スタート。なんで、すいませんけど、まあ明日明後日で終わらして帰ってくるんで。あれ、2日も行く必要は。 2days なんですよ。 2days。サイン。え、サイン会だけでしょ。サイン会を2日やるんで、2回とも行きたいなと思って。2枚必要かな。いや、顔覚えてもらえるじゃないですか。応援して。どこでやるの。岐阜と茨城。あ、じゃあ終わってから行ってくれたら全然いいな。いや、遠いんで。いや、遠くても行ってくれたら。場所が分かんないんですよ、岐阜と茨城の。どこでやるかは。そのシークレット。いや、なんかそのポケモン GO で分かるらしいんですけど、うん、ポケモン GO にここだよっていうのが出るらしいんですけど、まあ、当日そこに行ってみて、ポケモン GO 見ないと。結局どういう。あ、陽水ってそういう。ああ、そっちのゴースト的ななのかな、分かんないですけど。なんだと。結構時間に余裕が欲しい。事務的な感じでいる感じですか。事務的な感じ。井上陽水は事務的な感じ。こうなんかポケモン GO だとなんかジムみたいなのあるじゃないですか。なんか一緒に動いてるみたいなんですよね、そのポケモン GO と井上陽水が連動してるっていうか。おお。マップを。マップを。歌いながら。歌いながら。どんな感じで。どんな感じで。夏が過ぎ。次ここ行くよ。夏が過ぎ。じゃあ次あそこ行こう。あんま好きやのに似てないんですね。あれだよね、トイレには金色のものを置くといいっていうふうによく言うよね。井上風水だ。知ってる。さすがクラゲさん詳しい。井上風水だ。それあるんですよ、井上風水のバージョンが。井上風水のパターンが行った時じゃないのは。行ってどうなるか分かんない。行って陽水がいるか風水がいるかで結構分かれてるんですけど、確率っていうか。おお、興味深いね。そうなんですよ。あれよね、専用のさ、水路みたいなのがあってさ。水路。汚いものとかを流す。あ、下水だ。井上下水だ、それは。そのパターンもあるんですよ。下水が出るパターンはね、外れのパターンって言われてるんです、ファンでは。あ、逆にあれか、浄水みたいな。浄水。浄水もいい、ね、あれつけすぎると困るよね。首とかによくつけるけど、つけすぎると困るやつに行くの。何それ。天花粉。井上。いや、シュッシュの井上総帥。関西。あ、それあれか、あれか、格闘技大会のあれか、主催か。井上総帥。こういう死に方をするのが一番幸せ。大王女。井上昆水。大王女。井上大王女。老水。老水だ。井上老水。老水だ。井上老水。
やっぱどれほど好きなのかっていうことをちょっとこちらに示してくれればこちらも考えるっていうことはあるから。あの生まれた時サングラスかけたんですよ僕、井上陽水の。てか今のさ、そのメガネのあれ井上陽水、あこれそうです、井上陽水に買ってもらったやつ。井上陽水ってあれ丸いんだっけと買った、いや井上陽水は丸くないけど姉妹学にはこれが合うよって言われて陽水が買ってくれたのがこれ、これがいい。あじゃあそれ違うんや、じゃあ井上未遂や、それ井上未遂。うん未遂だ。いやこれ井上それ回りって言ってた、井上それ回りだねそれはっていうの言ってた、井上それ回りのやつでしょ。じゃあ僕は俺はさ書くよサインを。あ本当ですか嬉しいなまあでも休みはもらえますけどね結局。もしもし山草さん、結局僕休みもらえますけど書いたところで、もしもし休みはもらえますよ、休み取りますよ書いても。あれ書いてる書いてる、ね、休みは欲しいですから結局。いやーよかったないやあ、うん、危ね、井上下水が、井上下水がきつき、やばかったわ。危ない、井上用水路じゃないんだって思ってそう、それなスタート。お疲れ様です。お疲れ様です。あすいません、ちょっと明日ちょっと急ですけどお休みもらえたらって思うんですけど。どうしてどうしてどうして、なんでなんで、ちょっと明日ちょっと病院に行きたいかなって思って。いいよ行かなくて、健康だもん、健康だよ。行きますよ、なんかちょっと体の調子が悪くて。あ、そんなことないと思うけどな。元気そうだけどな。うんうん、ね、熱測った、熱、熱測りましたね。体温計何度だった、うん、36度5分でした。平熱だね、うん、大丈夫、うん、まあ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 ちょっと高いかな。診断書書こうか。診断書書いてもらったらいいよ、これでいいわ、これでいい、これね会社に提出したらもうバッチリだから。うん、健康って書いとくよ。あれここ会社じゃないのここいやここ会社だよ。うん、だから健康って書いとこうか。不安なら、不安なんでしょ今病気なんじゃないかって。いやちょっと明日見てもらおうかと思って。いやだから今見て大丈夫だったから大丈夫って書いとこうかっていう、うん、あ出た出た、健康だこれ、ほら健康だよ、ほら 赤い太字でね書いてるから、ね、うん、赤いからちょっと、あの赤いからちょっと縁起が悪いかなって思って。いやいや効果2倍ですねこれ、効果2倍で、あのあもうこれ青がいいです、これあの渡してくればいいから。いや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 明日休みますよそんなって思って。えどうして、えどういう理由で。だって吐き気があるんだもん。いやでもそんなんさ、よしよし、うん、おい優しいね、優しい。あもう出る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 、出ていいから出ていいから頑張って仕事しよう。はい、じゃあ今日の仕事は、コピー用紙を半分に切る仕事、岩切君いつものやつね。いやでもそのコピー用紙だったら全然ロボットとかにやらせればいいわけですから、代わりにあのロボットをねあのうちの方から連れてきますんで、それでもいいですか。いやいや岩切君と代わりにならない、そのロボットは。だからロボットの大好き、髪切るの大好き、髪切る頑張る、だから代わりに休む。だからロボットの方に病院行ってもらったら、うん、じゃあ、ね、ロボットの方に病院、ロボットだったらもう修理屋じゃないですかそんなもん。じゃあロボットに修理屋に行ってもらったら、うん、岩切君は仕事に来たらいいよ。うん、ロボットには吐き気するって言っといたらいいから、うん、ロボットも多分理解してくれるよ。岩切君、岩切君こら、じゃ あのロボットとストライクさんってソフトバンクの方に連れていくんで、うん、いやいやいや、お疲れ様でした。いや休みたい俺は、休ませてくれ。はい、じゃあ今日のね朝礼を始めます。こんなところで働いたら死んでしまう、うん、天草さんの営業成績がマイナスになりました。いや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 、そんな天草さん、いやいやいやそんな、いやいやほら採用の診断書で仕事休めないの、いやいや俺はだって言うわけ休む理由がないもん。いやいや休む理由ありましたっけ、そんな吐きがあるんですからそんな休ませてくださったよ。でも平熱でしょ。うん、いや、今測ったら違いました。熱が上がった。何度50度ぐらいです。ロボットや、うん、オーバーヒートしてる。平熱じゃない、ロボットの。もうてかもうこれからもう行かないと多分ダメです。大丈夫です、うん、大丈夫じゃない、行ってもしょうがないから。しょうがないってどういうこと。じゃあ
じゃあかかりつけの医者さんはね、あの嘘しかつかんから、その意味ないから、その別に医者が健康って言ったら健康になるわけじゃないし、でも仕事してさ、もう最後まで仕事しよう。お医者さんだって医者のお世話やってお子さん生まれたんでしょ。お医者さん大事でしょ。いやでも最後まで仕事しよう、ちゃんと。あ、今見てくれてるよ、天草さんが。うん、仕事しようよ。どうですか、天草さん。いけるね。いけるいける。ほら。いけるってどういうこと？しもやかアウト。いけるね、いけるね。がちょっと面白かったな。再開、スタート。大丈夫。うん、いけるいける。全然。肺とか大丈夫なの？肺？ほら、だって今も喋れてるし、うん、で、明日からでしょ？明日になったら、寝てたらもう、健康になるし、喋れなかった。喋れなかった。あ、でも喋らなくていい仕事だから大丈夫。うん、最後まで仕事しよう、ちゃんと。うん。でも動かなくてきた。動かなくてもいいからさ。うん。まあ、手動かなくなったら指切っちゃうだけ。指切っちゃうってどういうこと？でさ、あれ手止まってたらさ、ね、指切っちゃうよね、こう、うん、こうなるよね、こうね、うん、こういう風になるってこと。そうそうそう、うん、これでどういう仕事するの。でまあこうだ、エルボースタンプだよね。うん、こう歯をこう、もうこれでもう動かなかったと思った。どうしたん。頑張れる自信がない。不安。一緒に頑張る。うん、じゃあ一緒に病院行こう。うん。うん。じゃあ明日一緒に休もうな。うん。うんうん。いや、おかしいだろ。お前も休もうとせんね。いや、この人は一緒に来てくれるって言ったから。え？え？え？喋んなかった。あれ、ロボット。終了です。何なんだよ。シュールすぎる。怖い。スタートです。ご相談といいますか、報告といいますか、はい、ちょっと皆さんに話したいことあるんです。話しにくいことではあるんですけども。あ、それ何でも言ってくれたらいいよ、うん、家族みたいなもんだから。うん、ちょっと明日お休みをいただきます。無理だね。え、うん、無理だね。無理だね。うん、ダメだね。無理じゃないんです、もらうんです。果たしてもらえるかな。いや、もらいます。後半へ続く。あの手この手で行く手を塞ぐショッカーたち。果たしてソイソース醤油は休みをもぎ取ることができるのか。ブラ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 どうしても明日外せない、バイトが入っちゃいまして。バイトがちょっと外せなくて。いやいや、まあ、スタッフいなくて、うん、ここでもうね、メインで働いてるんだから別にバイトする必要ないよ。もちろん、うん、それはそもそも副業いいなんて言ってないからね。そうだね、副業はよくないからね。もちろん分かってます。だから言いにくいとは申し上げたつもりですけど、まあ、ちなみにそのバイトの職業の種類っていうか職種っていうのは何なのかな、うん。いや、ちょっと居酒屋の。いや、じゃあ別にね。いや、でもオープニングスタッフで人がいっぱい必要なんで。いや、もともと僕の社員の初日まあ、明日が初日で。なんで応募したの？ここで働いてるのに。時給が良くて。まあ、そうだろうけど。うん、いやでもそれやめてもらうことには、うん、行く必要はないと思う。時給820円でやれるんで。そんなに高くないじゃないか。
うん、うん、まあでもここ時給50円みたいなもんでなんでちょっと高いかな。その代わりね、その代わりあの福利厚生があるからね、会社で。うん、そうね、うん、アルバイトは、ね、例えばん、いやいや、例えばんシャワリだね、シャワリ、シャワリ、何のメンコのシャワリが明日は社食美味しいのが出るんで、でも向こうも社食出る、まあ、まかないでるんで、うん、まあ、トントン、そこはトントンかな。わかった、やめろ。じゃあやめないです、やめたくないです。オープニングスタッフ終わったらどうするんですか。オープニングスタッフはオープニング期間だけなんで。オープニング期間だけ働きたいのか。そうです、言っちゃえば。まあじゃあうちの会社を居酒屋っていうことにしてオープニングスタッフでやればいいじゃん、うちの会社で。あ、読んでいいですか。じゃあ読んでいいですか。いいよお客さん、いいよ、うちも居酒屋でやるから。うん、うん、あ、じゃあそれこそ明日から始めよう。そう、明日からもう居酒屋で行こう。え、じゃあ売り上げ全部もらいますけど大丈夫ですよね。もちろん枝豆一つ、うん、やだ、明日からなんで明日あの10名で予約取れます。無理です。飲み放付きで。無理です。飲み放、飲み放無理です。もういっぱい予約入ってるんで先に。だからオープニングスタッフとして行くんで。え、何ですか、あなたたちは。じゃあ仕事明日ないってことですよね、それできるってことは。いやいや、じゃあ行っていいですよ。いやいやいや、仕事はもちろんあるんだけど、うん、はい、うん、君がどうしても休ませてください。いや、休ませるのは無理だから。だからここを居酒屋にして、だからここでやりますけど、その時仕事できないじゃないですか。じゃあ休んでもいいじゃないですか。君のデスクの周りだけを居酒屋にして、居酒屋君のデスクでいいじゃん、うん、でじゃあ僕は飲んでていいんですか。いや、飲んでいいですよ。なんで店員さんなのになんで飲むんだよ君が。君店員さんだろ、うん、本当？それぐらいは許したってもいいと思うけど。いやいや、じゃあ周りで飲んでていいんですか。周りで飲んでていいんですか。いや、君の机の周りだけね。僕らは普通の仕事になって、うん、君はもちろんそうそう。で、居酒屋の仕事してていいんですよね。そうだよ。うん。うん、じゃあそれしな。それも休みですけどね。休みではない。だって僕、君のいつもの仕事もらってもらうんだから、同時進行で。うん。え、無理です。じゃあそれを休みたいっていうことですね。いや、それは無理だから。だからオープニングスタッフものすごい忙しいんですよ。居酒屋のバイトしたことありますか。でも居酒屋君のディスクだったらすごいちっちゃくなるから、だいぶ手間は省けるんじゃない。え、でも人はいっぱいいますよ。いや、まあまあまあ、どっちにしろ居酒屋の仕事したことありますか。全員さい。で、なんかこうこれが居酒屋の仕事やと思ってるんですか。まあ見た感じそうだね。違うのかい。まあ、僕も働いたことないんでわかんないんですけど。何を、じゃあなんで君はオープニングスタッフに、居酒屋のオープニングスタッフになろうとしてんの、うん、時給がいいんで、うん、いやだから君はここに必要な人材だから仕事を休まずにずっといてるから。ここそこまでです。何言ってるの、何言ってるのか全くわからない。こっちのセリフやわ。スタート。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうした。すいません、ちょっと明日なんですけど、ちょっとお休みをいただきたくて、できれば2日くらいちょっといただきたいんですけど。明日さって休むんですか。はい、一番忙しいこの時期に、まあ、今有給消化残ってるんで、まあ、有給あれじゃないですか、有給って30日付与されるじゃないですか、世間一般では、日本ではね、うん、いや、その、まあ、理由っていうのは何なのかな。あ、ちょっと遊園地に行きたいので。誰と一人で。嘘ですね。一人で行きたいんですよ。はいはい、浮気です。行きたいんですよ。浮気はまずいよね、はい、うん、スタンプをね、集めに行きたいんですよ。どういうスタンプかな、どこのスタンプかな、遊園地という名のラブホテルかな、南寺タウンの、南寺タウン、南寺タウンの横 の, の, のラブホテルの、いや、南寺タウンのスタンプを集めに行きたいんですよ。もうね、あの証拠上がってんだよ、マキサさん。はっきり言ってこっちにも、浮気の証拠全部分かってんだ、こっちの方で。だからもう今さら取り繕って。え、例えば、うん、どうぞ。そのもう出てるんだ、 LINE が、やり取りの LINE がもうこっちに。どんなチュッチュっていう LINE が来て、天草さんにね、チュッチュって来て。ああ、天草は何ですか。迷惑メールやないか。クラゲアウト。うわ、くそー。よし。いや、普通に返してるやん、冷静に。再開です。スタート。
いや、スタンプ集めたいんですよ。いや、LINE スタンプ。LINE スタンプね。LINE スタンプじゃないです。普通にスタンプ、うん。手帳があるんですよ。そういうのが。あるんです、こう。こうやって。やってんだよね、動きがね。もうやってるわけ。もう、示唆しちゃってんだ、もう。はい、この音ね、うん。これやるんだよね。これやるんだね。ラブホテル。これやるってことね。遊園地の横のラブホテルで。いや遊園地ね。ないですか。遊園地の横のラブホテル。ラブホテルに行かれるんですか。行かないです、遊園地です。ラブホテルに行くっていう理由でね、休みをね、容認するわけにはいかない、会社としても。まあでも、正直に言ってほしいもんです。そうだね、正直に言ってくれたらこっちもやっぱ考える。遊園地じゃなくて。いや、遊園地です。遊園地に行くんですよ。なんでそこで取り繕うの。いや、取り繕ってないし。本当はいっぱいしてるんでしょ。うん。いや、しないです、しないです。そういうなんか他の人の匂い消すために後ろにファブリーズが置いてあるんですよね。そうだよね。あ、俺これ。ファブリーズだな。そういや、普通に笑っちゃったな。